おー、ちょっと、いや、複雑六角ですけど。おーおー、わからんかーね。あえてのセイントセイヤ海洋覚醒。そうですね、はい、はい、設定6に打ち替えた直後なんで激アツです。復活か次回の GB レベル4以上、あ、カノン有形で復活しなかったので次回の GB レベル4以上です。これは熱いです。さあ、ちょっとこの辺りは、まあ、セイントセイヤ海洋覚醒の洗礼というか高設定だからといって早いゲーム数で当たるわけではないというところを食らってますね。まあでも ART の初当たりを何度も取る台じゃないと思うんですよ。特に今回2時間なんで、そうですね、1回目の ART でどんだけ乗せれるか勝負になると思います、はい、って考えたらまあ心配ないかな。僕はもう次の辺り見えてるようなもんなんで。ただトミーさんの方は GB レベル1、まあ、次がおそらく60パー以上が出てくるんですけど、ちょっとそれ以外希望がまだないですね。そうですね、不屈の示唆も出てないですよ、はい、出てなかった。やっと来ました。さあ、トミーさんの台が700ハマリーですね、まあ、2回目のジェネラルバトルですけど、はい、突破できるかどうか。よし、まあ、僕の方もね、もうすぐ天井なんで、もう時間も時間なんでね。そうですよ、ちょっと決めときたい。残ってないんで、まあおそらくそこは GB レベルも260%が出てくると思うんで、さっきよりは、そうですね、さっきよりは勝ちやすいかな。全然6のいいところをお見せできずにすいません。むしろ6でもハマるよねっていう実践になってしまいました。6のあかんとこ特集みたいな感じで。そうですよ、はい、出だしは。ただいいところもちゃんとありましたけどね、まあ、僕の場合はハマったのは良くないけど GB レベルを見ていただいたらもう次が4ですよ、 GB レベル。まあ、シンセさんも次でもほぼ当たるという。まあさすがに 80% 以上なんで大丈夫とは思いますけど。不屈は全然示唆が出ませんね。バイアン、いや頼むよ、頼む、おめっけい。あーやばい、ファンタグレープ来た。ファンタグレープ、こうファンタグレープがこうわーっと。ファンタグレープなんですね、はい、そんなこと言っとる場合か。あかん、おー、 おーちょっと、いや複雑六角ですけど。あ、やっぱ六角出ましたね。まあこれだけ終了画面出やすいっていうのはいいんですけど、あんた6ってその結果、ちょっとART に入れんと何も始まらないっていう残念さ。何、負けた悔しさより終了画面の嬉しさが勝ってるんですか。わかりました、じゃあ僕がもう決めましょうかね、 ART を。そうね、いやー設定6ですけどね、2人で2000ゲームぐらい回してますよ。はい、2人で2000ゲーム回してセイントラッシュなし。ただここは本命町になります、天井です。でここはジェネラルバトルのレベルが4以上、まあ大丈夫だと思いますけどね、うん、やっぱ線や打つときは線回転はハマるもんだっていう覚悟は持っとかないといけないですね。いつもこれぐらいは回せる時間とお金の余裕があって打たなきゃいけないですね、うん、やっぱそこを 1,2 時間でちょろっと打とうという気質ではないというのを見てわかります。
セイヤを打つときはしっかり腰据えてっていうことですよね。時間に余裕を持って、お、はい、一気も出てきました。まあでもこういうね演出が、珍しい演出が見れてるっていうのは嬉しいですね。おお、また一気が出てきた。赤いし、いやー遠かった、1時間以上のハマりでした。はい、では2回目のジェネラルバトル参りますよ。で時間がもう来てしまいますので、僕がこれ突破した時点でこの勝負は僕の勝ちということになります。そうですね、はい、まあ、ほぼ突破が見えているという状況ですから。80ってどうですかね、まあ、大丈夫だと思うんですけど、怖いっちゃ怖いですよね。1個強距離、まあ、継続ストック1個持てれば全然違うんですけど。さあ行きます。はい、ソレントですけど、ここは GB レベル4ということで 80% のバトルになります。絶対突破大丈夫でしょう、大丈夫大丈夫、ラック攻撃か中攻撃でしょう。おー、すいません、いや大丈夫です大丈夫です。うわうわ、うわ、まあ、ただですよ、次のジェネラルバトルは4以上なんですよ。ちょっと待って、さすがセイヤですね。さすがですね、これ2人で多分5万ぐらい負けてますもんね今間違いない。おおおおじゃないっすよちょっとおおって喜んどる場合か。そうそう、もう他力本が甚だしい。当たりそうだな、当たりそう、強チェリーかなんかですかね、コスモポイントかな、ポイントでレア攻撃か。うわー、すごいな。トミーさん行きますか。行きましょう。はい、あまりにもちょっと僕らがセミトラッシュに入れると不甲斐ないので、一応保険で他の台も回していただいてました。で他の回していただいた台が今当たったので、それも一応設定6のリセット後です。でジェネラルバトル1回目になります。それをもう当たりなしだとかわいそうだし時間ないんで、トミさん打ってくださいと、はい、いうことで行ってください。行きます。じゃあ人の力で引いたあれ行きますですけど、行きます。はい、ジェネラルバトルのレベルがね、そこも一応4以上に期待が持てるんで、うん、高ければチャンス。設定力を打ち散らかしてますからね言っときますけど、はい、情けない話ですよ。本当ですよ、もうこれだけ打たせてもらって出せなかったらよっぽどセイヤ向いてないんですよ、ね、うん、自信を持って俺はセイヤじゃ勝てんって言っていいですよなんぼ設定入れられても。よし、さあよし、ナンパーだ。クリシュナ何パーですか。50%っす。いやもう終わってます。突破すればいいですけど、はい、50% か。
攻撃は弱い。中よし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 、いけるいける、よしよしよし、おーせいや、いいですよ、よし、ああ、おー、いった、まさか、おー、あと一つ、トミーさん、そこめちゃめちゃ大事、おい、ちょっとお願いしますよ、よし、いった、 50% 超えた、ありがとうございます、すごいわ、いやありがとうございます、いやちょっと最後通常時初当たり引いただけでここまでちょっとね、あのなんか泣きそうですなんか感動的なエンディングですね、ここまでみんなで頑張ってきたんでね、ここまでみんなで頑張ってようやく土俵に立つことができた、ね、もう試合前から、うわー嬉しい、いやありました、目標は何ゲーム、まあ、せめて150平均ですね、150はやっぱもう今分かん、僕の引きではちょっと何ともならないので150、はい、じゃあ150は行ってください、なんとか、はい、よし、おお、50、あ、本当トミーさん今日ついてない、ついてねえっすね、あんま気合入れたかんねん、あんま気合入れたかん、え、まさかもう終わりじゃないっすよねセーフ、あーうわー、あかんか、何ゲームか言ってください、140ゲーム、トミーさん暫定1位ですなんだよ、普通だな、普通です、ほらもう閉店音楽流れてきましたよ帰ると、ご来店中のお客様へ
ご案内を申し上げます。当店はあと5分をもちまして閉店のお時間となります。140か、超えれるかな。ただトミさん、はい、時間が本当にないんですよ、これは次回に勝負を持ち越した方がいいかもしれない。なるほど、そうですね、ちょっとやっぱり勝負というにはですね、そうですね、これはちょっと勝敗つかっていいんじゃないですか。お互いグダグダで、これはちょっとさすがに申し訳ない。じゃあこの後、はい、もう一試合パチンコ勝負、なるほど、それで決めましょう、して、そこで決めましょうか、ということでね、ちょっとまあホールを使える時間が決まってて、その中で今日2本撮りなんですよ。で1本目をもうすでに終わってないと2本目の時間が相当短くなるということで、まあおそらく滞在ボードが SP か準備なのでそう遠くないと思うんですが、それでも900ハマる可能性があるんで、ちょっと非常に残念な内容だったんですけれども、まあ、一旦ここでセイントセイヤ勝負はやめて、次パチンコ勝負を行っていきたいと思います。はい。